私が一人部屋にいるとガタガタと物音が。恐る恐るお風呂を覗いてみると、もうやめてよ辰巳、こんな時に驚かさないで。おかえり辰巳。辰巳さん、ふざけてないで出ておいで。いるんでしょ。いつもならとっくに帰ってる時間なのに、まさか家で。いやいや、辰巳なら自分が出ていく前に私を追い出すだろうし、となると事故。いや、それくらい辰巳ならひらりとかわせるよきっと。火事、いやテロ、盗賊、幽霊、ユーマとかだったら。お腹空いた。そういえば今日帰るの遅くなるから多めに食料置いとく。了解って言ってたじゃん。なんで全部食べちゃったんだろう私。どうにか連絡つかないかな。電話、電話、電話はどこ。ってよく考えたら電話の使い方知らないじゃん、おバカさん。戻ろう。辰巳、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 辰巳。やば、乾いてきた。水、戻らないと。辰巳、大丈夫かな。一人は寂しいよ。早く帰ってきてよ。若さ。心配してくれたんだな。とりあえず落ち着け。もう泣くなよ。俺帰ってきただろうが。うん、よかったね、帰ってきたね。うん、ただいま。お土産を買ってきた。わーい、ちょうだい。あげるには条件がある。とりあえず心配でも風呂から出ないこと。これを約束できないならお土産はお預けです。約束できます。はい、よろしい。でもまあ怖いのはわかるけどね。昔さ、辰巳くんのおじいさんが生きていた頃、この嫌だな、怖いなと思ってたらね、お風呂場